はい、こんにちは、グッキンです。今回は画像にですね、ボタン一つで、一瞬で黒枠をつける方法ということで紹介したいと思います。画像に黒枠をつけるっていうことなんですけれども、どういうことかと言いますと、例えばですね、こちらの画像のように、このように画像の縁にですね、黒枠をつけたいということですね。 えまあ、多少なりともえ編集して使った方がいいですよっていう話があるんですけれどもえ、まあ、そういった時にですね、まあ一応画像編集ソフトとか、まあ、フォトショップとかいろんなものを使ってえ、まあ、やるっていうことは可能なんですけれども、まあ、実際に画像編集ソフトを立ち上げるのがちょっと面倒いっていうのが、まあ、僕はちょっと思ったんですよねなんでまあ違うやり方ないのかなって思ったところでえ、まあえー、もっと簡単なやり方があったのでえそれを今回は紹介したいと思います はい、で、えー、今回はこちらのサイトで試しにやっていきたいと思います。はい、でまずは、えー、何を使っていくかと言いますと、えーまあ、a d ア Quick Tag というプラグインですね、えー、そちらを使っていきます。はい、でダッシュボードに入っていただいて、えー、Add Quick Tag が、えー、インストールされていれば、えー、こちら設定のところに a ち d Quick Tag と表示があると思いますので、えー、そちらをクリックします。 はいまあ、アドクイックタグについてわ、あのー、からない方はですねこちらの記事の、えー、こちらに飛んでいっていただければインス、あのー、使い方設定の方法とか分かりますので、えー、そちらをご覧になってくださいはい、えーで、先ほどの画面に戻りましてでこちらですねで、まあアドクイックタグっていうのはですね基本的にはそのちょっと複雑なコードを、えーまあえー、ボタンワンタッチで使えるようにするっていう、まあ、非常に便利な機能なんですけれども、えー、こちらにですね、えー、その黒枠を追加する コードを入れて、それをボタンにしていくっていうことですね。はい。えー、で、まあ、入れるコードなんですけれども、えー、こちらの記事の、えー、こちらですね。こちらをコピーしていただいて、えー、で、こちらですね。えー、開始タグというところに貼り付けます。はい。えー、で、こちらのボタン名は何でもいいですね。まあ、わかりやすいもの。まあ、黒枠と、黒枠とかにしてみてください。 はい。えー、で、こちらで、あとはこちら、一番右にチェックを入れますと、えー、こちらすべてにチェックがつきますので、えー、この状態にしたらば、えー、変更を保存としてください。はい。えー、で、これで下準備は完了になります。はい。で、まあ実際にどうやって使っていくのかというと、えー、まず投稿ですね。えー、投稿で。 えーっとじゃあ今回はですね、まあ、こちらのあらかじめできている記事を使っていきたいと思います。はいでこちらですね、えー、こちらの、えー、バナナの画像があるんですけれども、えー、こちらに、えー、黒枠をつけてみたいと思います。はいで黒枠をつける際はですね、こちらビジュアルではなくてテキストの方で、えー、必ず編集をしてください。はいでまず、えー、テキストの方に行きますと、 先ほど追加した黒枠というボタンが追加されていると思います。で、こちらを使っていくんですが、あとはどこに挿入するかということなんですけれども、こちらですね、まずは画像の、えー、コードを探していただいて、えー、先ほどのバナナで言えば、えーこ、これがバナナの画像のコードなんですけれども、こちらで、えー、こちらの Alt という、えー、単語ですね、こちらを探していただいて、こちらの、えー、すぐ手前に、 えー、先ほどのコードを挿入していきます。なので、ここに、えー、合わせて、えー、こちら、黒枠という、えー、ボタンを押せば、えー、もう一瞬で今、コードが入った状態になりました。で、まあ、実際に、えー、どうなっているのか、プレビューを見てみましょう。はい、えー、そうしますと、このようにですね、まあ、枠が一瞬で、えー、追加されたということになります。まあ、本当に簡単ですよね。なので、まあえー、まあ、ちょっとややこしいのは、ちょっとこの、 オルトっていうところの手前に入れるっていうことなんですけれども、まあ、それも慣れてしまえばえ、まあ、この画像のコードの中にオルトって1箇所しかないので、まあ、それを見つけ出してその手前に挿入していくとこのボタンを1つで挿入していくという作業になりますね本当に慣れてしまえば簡単ですのでぜひ、まあ、やってみてください、はい、えというわけで今回の説明は以上になりますどうもありがとうございました